ユージュノエ設計局は、ウクライナ共和国のドニプロペトローシクにある人工衛星やロケットやソビエトの ICBM を開発していた組織でミハイル・ヤンゲリによって設立された。ユージュノエ設計局は第586設計局だった。この企業はドニプロペトローシクで機械を生産するユージュマッシュと密接に協力する。ユージュマッシュは、 ユージュノエ設計局の開発した機種の種、生産組織である。1951年に、ヤンゲリは、軍用ミサイルを生産する、南機械工場の設計部門として開設した。1954年に設計部門は、マイケル・スタの引率のもとで独立した第586、設計局として開祖された。DP、有事ノエによって開発された。 戦略防衛システムは、ソビエト連邦の戦略ロケットと後の宇宙ロケットを製造する技術の原型となった。1958年に、R、R-16ICBM の1段目と2段目の、ーダ用エンジンの開発がユージノエにとって、最初の独立した液体燃料、ロケットエンジンの開発の経験だった。このミサイルの特徴は推進材が、 非対称ジメチルヒドラジンと AK-27 の組み合わせだった。1960年に最初のソーダ用エンジンの開発に成功して、より複雑な R-26 ミサイルの2段目の RD-853 の開発に着手した。1961年には R-36 の1段目と2段目のソーダ用エンジンの開発に着手した。 エンジンは、非対称ジメチルヒドラジン新たに酸化剤として4、酸化に窒素を使用した。1962年に、R、R-26 大陸間弾道ミサイル用の、納豆とオブオガス発生器サイクルで燃焼する、RD-854 エンジンの設計と、試験に着手した。ソビエトの推進技術として、最初に燃焼室のためにパイプノズルが開発され、 量産された。1964年に、ユージュの絵は、RT-20 ミサイルの2段目のために RD-857 エンジンの開発に着手した。このエンジンは、最初の燃料リッチ2段燃焼サイクルのエンジンだった。RD-857 は、同様に発生したガスをノズルに極超音速で、噴射する水力変更制御を備えた。 最初のエンジンでもあった。ユージュの絵も同様にソビエトガツ計画に関与した。1965年に N-1 ロケットの月面着陸機のためのブロック E の推進装置の開発に着手した。ユージュの絵では RD-858 と予備の RD-859 で構成される月着陸船の推進装置を開発した。 推進装置は月面に軟着陸して離陸して月の大円軌道上に到達するためだった。1970年11月24日に R-7 ロケットによって打ち上げられた T-2K 宇宙船で3回の試験に成功した。1966年に開発に着手されたツイクロン3の3段目で使用される RD-861 は 出力重量比が優れていた。1976年、R-36 マデスの開発中に、有寿の上は RD-864 の開発に着手した。RD-864 から派生した、R、R-36M-2O の RD-869 エンジンは、性能が向上した。 1977年に着手したゼニット2の開発でこのロケットではケロシンと液体酸素を使用しており、ユージュノエは同様に同じ推進剤を2段燃焼サイクルで燃焼する軌道修正用の RD-8 エンジンを開発した。旧ソビエト時代からユージュノエ設計局と密接に協力してきた。ユージュノエ設計局が設計。 開発したロケットやミサイルを生産した。ありがとうございます。